私がこれは聞くなと思うこと10選。皆さんこんにちは。アメリカ最大の機能性学の学会 The Institute for Functional Medicine の認定医で臨床分子栄養研究会の認定指導医の内科医の松本愛子です。今日はエビデンスなんぞ関係ない話、私が個人的にこれは聞いたなと思ったこと10選です。順不動です。1番目、ココナッツオイルでのうがい。私は軽度の歯周炎が時に起きます。歯周ポケットは 2-3 ミリまでなんで OK とは言われるものの、時として知覚過敏が起きるんですね。つまり軽度の歯周病を持っているということです。日本人の成人の 80% は軽度から中等度の歯周病で、 20% は重度の歯周病という報告がありますけど、私 80% に入ってるわけですね。で、ココナッツうがいをしています。軽度の知覚過敏は結構改善します。 2. 水素抹茶うがい。先日抹茶でうがいすると歯周病の原因の P. ジンジバリスが減るという話をしました。その文献を読んだのはもうちょっと前なんですけど、その文献を読んで以来水素抹茶でうがいしてるんですね。これ水素を作るボトルなんですけど、ほんまに作れてるのかな。実は 2-3 ヶ月前から右上の前の3番目のに知覚過敏があって、で爪や歯ブラシで刺激するとキーッと痛かったんです。それまで週 2-3 回していたココナッツうがいを毎日に切り替えたんですけど、あんまりこうすっきり改善しなかったんですね。で次にクリーニングに行くまであと2週間だけど、待てるかな。いや、アメリカは予約が1ヶ月先なんてざらなんで、待つもやったくれもないかと思っていたところに先日の文献を読みました。で2-3 回水素抹茶でうがいするとなんと改善し始めました。これも強力だと思いました。私はこのボトルで水素茶を作ってます。本当に水素ができるのかどうか分かりませんけど、少なくとも抹茶の味はまろやかになるんで、何らかの変化は起きていると思います。私の使っている抹茶は何県で生産されたものか書いてないし、そこまでこだわってません。ところで、お茶っ葉っていうのは2013年の放射性物質汚染事故で、数ある食品中の中でも残留放射性物質が多かったことが報告されていますので、ぜひきれいなものを選んでくださいね。それと、開封したらできるだけ冷凍庫に保存するのがいいと思います。おそらくココナッツうがいも抹茶うがいも歯周ポケットが深い人には浸透しないからか、あるいは菌種が違うからか、あるいは単にひどいからか、どちらにせよ効かないと思いますので、半年に一度くらいは歯医者さんでクリーニングしてもらって歯周ポケットも測ってもらいましょう。3、風邪をひいたかなと思った瞬間のビタミン C。 あれ、喉がおかしいな、鼻がおかしいなと思ったらすぐビタミン C を飲みます。その後は2時間ごとに症状がなくなるまで追加して飲みます。だからカバンにはいつもビタミン C を入れてます。私が好きなビタミン C はこれです。ラベルなんかちょっとハゲてるな。サプリメントは保管状態がとても大切なんで、 Amazon や iHerb がベストかどうかは分かりませんけど、私も使う、あるいは使ったことがあるものは概要欄にリンクを貼っておきますね。ちなみに風邪をひいたと思った瞬間に亜鉛を取るのも大切です。でもこれめちゃめちゃまずいです。4、必須アミノ酸。なんとなく元気が出ないとき、お腹が空いてるのにすぐに食べられないときに必須アミノ酸をがっつり取っておくとしばらく元気のままにいられます。アミノ酸ってまずいので、人工甘味料や香料などいろいろ入っていることが多いです。いいものを選んでくださいね。ちなみにアミノ酸の一つのグルタミンは発達障害やがんの人にはおすすめできないので注意してくださいね。5、深呼吸。私は昔から手が冷たくて困っているのですが、深呼吸をすると確実に血管が開いて血流が改善して手先が温まります。自分で感じられなくても手先の温度計が証明してくれます。瞑想だとなおいいんですけど、完全にいろいろな思いが消えることっていうのはないんで、まだまだ深呼吸止まりです。そのうち瞑想ができるようになることでしょう。6、気の置けない人とのおしゃべりやチャットやメール。人間、時には生きているだけで辛くなることもあるもの。
そんな時気の置けない相手とのおしゃべりやチャットやメールなどの会話はとてもスッキリします。特に私はメールの場合いろいろ言語化して自分の課題が明確になりやすいのでスッキリしやすいです。まあ、日記でもいいんですけど、誰かにこう聞いてほしい、あるいは読んでほしいっていうこともあるんですよね。7、作り笑い。30年近く前ですが、失恋して毎日毎日、まあ、1年以上泣き続けたことがありました。自分でも後からこう出てくる涙にうろたえてしまうぐらい。でもそんな時でも作り笑いをすると、まあ、一時的にせよまあいいかと思いました。今がとっても辛い時は鏡に向かって作り笑いするのもいいかもしれませんよ。8、歌を歌う。私は一人でおもちゃのマイクを持って歌うことがあります。時には替え歌を作って一人で歌うとなんだかすっきりします。さらに着替えて気分を出して歌うこともあります。まあ、バカバカしいと思っても気分転換になりますよ。9、汗だくになるまで運動する。特にむしゃくしゃした時はこれにつきますね。終わった頃には気分すっきり。腹を立てていたことも忘れます。10、雑巾がけ。これも運動と似ていてすっきりします。汚れだけでなくストレスがかかった時に出る水に溶けるフェロモン用物質を拭き取っているのかもしれません。そんな時は雑巾は外に干してくださいね。おまけにもう一つ、永遠のゼロの大好きな部分を読むこと。お話をご存知の方しか分かりませんが、まあ、私の最も好きな部分は引退したヤクザの親分の話です。ちなみに私の祖父もラパウルにいたことがあったそうです。米軍の銃撃を受けて逃げ回ったと母が聞いたことがあると言っていました。まあ、祖父が亡くなってからもうすぐ30年です。いろんな話を聞いておけばよかったかな。それとも祖父は辛すぎて話したくなかったのかな。以上、これは私の個人的な話です。ぜひ皆さんそれぞれご自分に合うものを見つけて、これは聞いたなというものを見つけてスッキリしてくださいね。今日の話が面白かったか役に立ったなという人はいいねとチャンネル登録もよろしく。別のチャンネルで小難しい話を真剣な顔して話してます。そちらもチャンネル登録してご覧ください。いつも YouTube やメルマガを読んでいただいてありがとうございます。さて、特別なお知らせがあります。 YouTube 視聴者、メルマガ読者限定の無料オンライン個別面談をしています。自分でできるだけ自然な方法で体の問題を解決することに興味があるか、何らかの体の悩みがある人のための60分から120分の無料個別面談です。興味のある人は QR コードか概要欄の URL からどうぞ。いつまでしているか分かりませんが、ご興味のある方をお待ちしています。最後までありがとうございました。今日も明日も一日気持ちよくお過ごしください。それではまたお会いしましょう。